されました。今2つの魂が1つになってまいります。勝負を行います。青コーナースコーピオチームカオス230ポンドハンクーフォレスト頑張れガンガン行け頑張れ230ポンドスコーピオコーナー新日本プロレス210ポンド田中イノルイノルさん210ポンド金本さん金本浩二金本さんレフリーレッドシューズ運動なりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、キックを打ってまいります。腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。ブロックします。起こします。蹴ってまいります。ガードします。足を殺してまいります。ロックアップ、倒してまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。掴みます。逆に返します。棒を打ち込みます。組みに行きます。コーナーに振った。ニーアタック、ストンピング、蹴りつけてまいります。ここでタッチです。起こしてまいります。ガードします。このポーズです。ブロックします。さあおなじみのポージングで館内も湧き上がります。
を狙ってまいります。組み合います。逆に投げてまいります。ラフ殺法に転じます。タックルに入るスピードが速いですね。うまいですよ。はい、ナイスタックルですね。抜けてまいります。おっと、逆に捉えた。テイクダウン。三角締めで締め上げてまいります。おっと、キャッチした。バックに回ります。ラリアット後頭部。スイッチしてまいります。行くのか。投げてまいります。館内がどよめきます。張ってまいります。強烈なキックです。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。ロックアップ返してまいります。相手を挑発してまいります。あっと返します。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。掴みます。回転してのキックです。組み合います。切り返します。足を狙ってまいります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね。ハンマーを振りかざします。腕を取ります。腕攻めに転じます。おなじみのポーズです。スタンディングを取らせます。乾いた音が館内に響きます。抱えます。ハンマーを打ち込んでいきます。腕を回します。小脇に抱えます。岩石落として叩きつけます。引き起こします。ラリアット強烈。ここでタッチです。当たって逆にバックに回った。バックを取り返す。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。さあ行った。サソリが固め。10分経過10メレットオン。ブロックした。ここでタッチだ。花道に移行した。バックに回った。バク転キック。破れかぶれの一撃。足を決めていった。頭を掴んでスピンキック。リングに戻ります。起こした。腰に手を回した。エンズイラリアップ強烈。腕を殺していった。抑え込んでカウントテン。ブレンバスター行くのか。あと逆に投げていった。腕をフックした。させません。ドロップキック。抱き起こす。レフトハンドのラリアット。立たせていく。引っこ抜きか。投げ捨て式の
そのまま真下に落とした。蹴り上げていく。いけるか。あと逆に返した。そのまま浴びせていった。もう向かいか。あと逆に取られた。バックに回った。マリオを取り返す。逆にバックに回った。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。タイを預ける。ロープに逃れた。投げっぱなし。パワーパーム。引き起こす。抱えた。外した。サイドを取った。バックドロップ。綺麗にこう描いた。全体重を乗せたエルボー。片エビに持ち込む。カウント2.5。蹴っていった。あっと切り返した。引き起こす。あっと逆に捉えた。あっとそのまま倒していった。あっと逆に切り返した。ドロップキックが突き刺さる。ここでスイッチ。ローキック強烈。もう気持ちだけで打ってますよね。はい。ガジェット組み合った。コーナーに振った。浴びせ蹴り。起こした。抱えた。あっと叩きつけていった。さあがっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。腕をフックした。あと DDT。 起こした。フロントから落としていった。さあ首をかっ切った。頭を掴んで容赦のない攻めだ。いけるか。我々には計り知ることのできない熱い熱い大河のような愛の川が流れております。なだれ式のフランケンシュタイナー。引き起こす。組み合った。あっと脳天叩きつけた。カバーの体勢。
母上。後藤。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア230ポンド佐野タクマ270ポンド田植えアヒラ赤コーナークレイジードッグス260ポンド後藤達俊後藤245ポンドヒロー斉藤ヒロー、ヒローレフリー西永修一ヒロー斉藤木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。エルボーでブロック、ショルダータックルで倒します。先頭を見舞ってまいります。抱えます。強烈であります。 DDT、 組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。足を殺してまいります。組み合います。ロープに振ってエルボー起こします。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。スイッチしてまいります。このあたり入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ロープに飛ばした。ロックアップ、フライングメイヤー、スタンディングを取らせます。フロントからのキック、おっと逆に捉えた。テイクダウンを奪います。足を狙ってまいります。行くのか、ボディスラムで投げてまいります。起こしてまいります。掴んだ、させません。掴みます。このあたりタグに転じてまいります。行くのか、ロープに振った、ショルダースルーで投げてまいります。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。組みに行きます。逆に投げてまいります。レトルトの技を繰り出してまいります。ロックアップ、ボディスラム、リング上は首4の字固めであります。ここでタッチです。組み合います。逆に振り返した、あっとラリアット、肩をつけます。ロープに逃れました。組みに行きます。巻き投げで切り返します。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。打ち込んでまいります。キックで返します。乾いた音が館内に響きます。リバースで返します。引き起こします。ロックアップ、対角線に飛ばした。組み合います。
巻き投げで切り返します。膝へのキックです。顔面ハイキック、落としてまいります。ドラゴンスープレックス、カウント2つで返してまいります。レフトハンドのラリアット、引き起こします。蹴りをぶち込みます。掴んだ、ヘッドを連続で払ってまいります。スイッチしてまいります。グーを打ち込みます。行くのか、返してまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、10分経過、逆に返します。先頭背面落としです。逆十字に持ってまいります。肘を打ち込んでまいります。腰を落とします。ファイルドライバーがグサルと突き刺さった。抱き起こす、おわっ、逆に起き上がった。蹴り上げていく、もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。ここでタッチだ、喉割り捉えた、あっと返した、立たせていく、ガチッと組み合った、あっと逆に投げていった、起こした、ブロックした、いけるか、逆に返した、一気にスパークするのか、あっとキャッチした、させません、キック強烈、首根っこをつかまえて、喉を落とし、引き起こす、突き上げるようなドロップキック、頸動脈を絞り上げる、フロントキック、小股に挟んだ、リバースで返した、ここでロープブレイク、ここでスイッチ、ダブルで決めていった、腰に手を回した、小脇に抱えた、ニークラッシュまで叩きつける、エビに固める、ロープブレイク、組み合った、ロープに振って、ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か、あっと逆に捉えた、バックを取って小脇に、後頭部が悲鳴を上げる、バックドロップ、放っていくのか、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよね。逆さを背負い、岸壁の母の胸に抱かれました。さあタッチ、
まま倒していった。絞り上げる強烈。あとキャッチした。あと逆にパンチ。ガジェット組み合った。あと逆に返した。うわ、いてこい俺の力。ああ、いやらしい攻撃だ。抱き起こす。あっと顔面か。エルボードロップ強烈。立たせていく。ハイキック。カウントは入る。3つは入りません。あっと顔面にヒットした。あっと返していった。蹴っていった。組み合った。ロープに振った。きちん進化。20分経過。20 minutes ball。 バック当たって、そのまま締め上げる。いけるか。場外に落とした。ここで持っていくのか。場外に降りる。ラリアット強烈。先頭落としていった。逆エブで一気に反り上げる。リングに戻ります。リングに戻ります。ここでタッチだ。奥歯を噛みしめた。サンダーファイヤー。ロープに逃れました。あと逆にパンチ。抜くのか。脳天食い打ち。パイルドライバー。引き起こす。うまく切り返した。ロープに逃れた。ブレンバスター行くのか。いや、北斗の剣を抜いた。カウント 2.98。 エルボー強烈。引っこ抜きか。ドリルホールパイルドライバー起こした。バックドロップ斜めから落下。直下式。挟んだ。脳天勝ちまった。パイルドライバー。首をかっ切るのか。抱き起こす。ライアット左腕。そのまま体固め。カウント 2.5。 カバーした。25分経過。2タイム。まだ足りません。腰に手を回した。固めていく。ロープブレイク。ロープブレイク。バックを取って。あー、脳天痛だか。さあタッチ。いや、体を預ける。ロープに逃れました。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。起こした。狂気攻撃だ。立たせていく。ドロップキックが突き刺さる。先頭強烈。抜くのか。あっと返した。
杯のブランバスター。頸動脈を締め上げるロープブレイク。手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。してますよね。
体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。チョップが上がってまいります。コーナーに登る。おお、高いところから一気に叩きつけた。掴みます。膝を狙ってまいります。チキンウィングに固めてまいります。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。顔面に小手を見舞います。ブロックします。あっと浴びせ蹴りだ。組みに行きます。逆に返します。スイッチしてまいります。激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタッフを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。腕を捉えます。腕を殺してまいります。蹴りを見舞ってまいります。ガードします。ラフ殺法に転じます。パンチ攻撃です。エンジン蹴り。全身でぶちかましてまいります。蹴ってまいります。ロックアップ。コーナーに振った。起こします。ジャンピングエルボー。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。いけるか。あっと返した。さあタッチ。ブロックした。頸動脈を絞り上げる。奥歯を噛みしめた。投げっぱなし。パワーバーム。ストッピング。チョップ強烈。フロントキック。ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か。ストッピング強烈。起こした。コーナーに登ってトップロックからミサイルキック。足4の字固め。プロレス王のイルハを繰り出す。ここでタッチだ。見栄を切った。組み合った。正面から投げを見舞った。ガジェット組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。ガードした。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ここでロープブレイク。ガジェット組み合った。締め上げていった。ハンマーを落としていく。組み合った。あと首から突き刺さった。絞り上げる強烈。カバーの体勢。
叩き込む。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。容赦のないドロップキック。放っていくのか。コーナーから全体重を浴びせた。カウント3つは奪えない。コーナーに振った。出た、シャイニングインパクト。ロープブレイク。蹴っていった。抱き起こす。トップロープを奪う。対空してのミサイルキッカー。抑え込んで、ロープブレイク、ロープブレイク。ここでスイッチ。膝を狙っていった。あー、いやらしい攻撃だ。ガジェット組み合った。逆に返した。ストッピング。おっと、逆に捉えた。足を狙っていった。立たせていく。膝を壊しに行った。いけるか。あっと、切り返した。背後からキャメルクラッチに移行する。組み合った。あっと、切り返した。肉体を躍動させる。キック。あっと、バックに回った。背後を取り返す。小脇に抱えた。ニークラッシャーで叩きつける。あと、うまく切り返した。焦点15秒。ストッピングを叩き込む。掴んだ。あと、逆にキック。顎を狙っていく。腕を取った。腕を壊しにいった。組み合った。あと、逆に返した。ドロップキック、的確であります。腕をフックした。ブラインバスターで叩きつける。さあ、タッチ。エルボーを入れていく。あと、キャッチした。後頭部円錐。引き起こす。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。あと、知らねえか。起こした。バックを取って、逆にバックに回った。あっと、エルボー。蹴り上げていく。いけるか。顎を叩きつけていく。決めに行くのか。エビに固める。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。キック。ヒットした。腕を取った。腕を殺していった。組み合った。うまく切り返した。首をかっ切るのか。小脇に抱えた。バックドロップホールド。
冷たく燃えるこの男、新世代革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。天山ひろよしが大見えを切って入場してまいります。分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア250ポンド秋山赤コーナー秋山新日本プロレス270ポンド天山ひろよし。レフリー板山正雄、秋山沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組に行きます。ボディスラムで投げてまいります。大見えを切って手刀であります。行くのか、フライングメイヤードロップキックであります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。ストンピング蹴りつけてまいります。ロックアップ、ロープに振った、ショルダースルーで投げてまいります。見栄を切ってのチョップであります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやあのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。逆水平組に行きます。投げてまいります。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。ノアだけでなくプロレス界全体をもその眼下に収めます秋山純。見え切らない相手には苦言を呈しダメ出し観光。厳しい査定の先には容赦のないスターレスな叩き潰しが待っています。ブロックします。こういう技なんですが次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ倒してまいります。顎を決めていきます。チンロック、おっと逆に捉えた、ラリアット強烈、逆エビ固めに移行してまいります。掴みます。ヘッドを連続で払ってまいります。見栄を切ってのチョップであります。行くのか、グラウンドでの攻防に持っていきます。あっとキャッチした、
それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。させません。顔面を蹴り上げます。組み合います。コーナーに振ってカウンターであります。モンゴリアンチョップ、ロックアップ、ヘッドロックで締め上げてまいります。バラッとラリアット、強烈に締め上げてまいります。足を狙ってまいります。腕を回します。逆に投げてまいります。あっと逆に捉えた、ラリアット、大見えを切って手刀であります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。コーナーに振った、走り込んでのエルボー。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。ロープブレイクです。掴んだ、モンゴリアンチョップ強烈、引き起こします。バックに回ります。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。逆エブで一気に反り上げる、岩壁の母の胸に抱かれました。正面から投げていった、さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。頭を掴んで強烈ヘッドバット、あっと逆にキック、10分経過、ガチッと組み合った、あっと急所、モンゴリアン、あっとエルボー、組み合った、あっと急所攻撃、ムーンサート。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。キック強烈、起こした、エクスプロイダー、いけるか、
エルボーで切り返す。バックに回った。させません。ラリアット、立たせていく。一気に行くのか。ジャンピングに引き起こす。ジャンピングしてのエルボー。抱き起こす。いけるか。コーナーに振って、ナダル式のマウンテンパム。腰に手を回した。DDT 脳天、引き起こす。一気に料理するのか。組み合った。ボディスラムで投げつける。足4の字固め、プロレス技のイロハを繰り出す。ロープに逃れました。腕をフックした。打たせない。いけるか。巻き投げで切り返した。トップロープを狙う。ダイビングヘッドバット、ネックロックで強烈に食い止めと締め上げる。首根っこを掴んだ。今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。小股に挟んだ。パワーボムだ。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。コーナーに登って、20分経過、20ミリット、ダイビングストラヘッドバット。抱き起こす。直下式で落としていった。ストッピング、立たせていく。エクスプロイターが火を吹いた。膝へのドロップキック。おっと、起きて破りのシャイニングか。起こした。熱すぎる戦いだ。歓声と砲が鳴り止まない。これぞ最強の格闘技プロレス。起こした。抱えた。一気にエクスプロイダー。首をかっ切るのか。おっと、ジャンピングに抱き起こす。エクスプロイダーが決まった。決めに行くのか。出すのか。腕を固めて垂直落下のエクスプロイダー。ロープブレイク、ロープブレイク。抱えた。ネックロックガッツリと入った。落とすのか。ここでロープブレイク。エクスプロイダー首から落下。うまく切り返した。ガチッと組み合った。強烈、受け身で取れない。そのままアナコンダプライス。首をかっ切るのか。エクスプロイダーの体勢、円形のエクスプロイダー垂直に落としていった。頂点を目指して手を組んだ男たち、今
入ってまいりました。勝負を行います。青コーナー小橋さん、プロレスリングノア285ポンド本田タモウー、270ポンド小橋健太、小橋赤コーナー新日本プロレス245ポンド棚橋博士、240ポンド中村慎介、レフィーマイティー井上、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。立ってまいります。そのまま倒してまいります。外してまいります。あっと、そのまま倒します。パスガード、抜けてまいります。掴みます。キックを打ってまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。高周波数の音が館内に響きます。キックで返します。打ち込んでまいります。抱えます。ネックロックに移行します。行くのか、逆に返します。絞り上げてまいります。腕をフックします。させません。組み合います。逆に投げてまいります。起こしてまいります。おっと、逆に捉えた。パンチで返します。させません。ガードします。抜けてまいります。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。後頭部円錐、腰を落として逆片指固めの体勢です。ロープブレイクです。返してまいります。さあ粘着質激しいこのサンミッションいかがですか。そうですね、スタッフを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。バックからスリーパーに入ります。
スープレックスはへそで投げろって感じですね。はい、組み合います。逆に倒します。バックに回った。エルボーで返します。鋭いキックです。足を取ります。あっと、エンジン切り。ラフ殺法に転じます。ローキック行くのか。返してまいります。引き起こします。ジャーマー、綺麗な人間鏡。ボールを返します。組みに行きます。ロープに飛ばした。スピア強烈、起こした。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。逆に投げていった。引き起こす。エルボーで切り返す。腰に手を回した。逆にバックに回った。エルボーで返す。小脇に抱えた。エルボーで返す。頸動脈へのチョップ。ミミズ腹になる逆水兵。ロープに振った。そのまま巻き投げていった。ブロックした。
ブレンバスター行くのか。15分経過。読んでます。まさに読み切り小説。ロープブレイク、ガジェット組み合、ロープに振って全身でぶち当たるショルダータックル。カウントに入る。3つは入りません。ブロックした。強烈逆エビ型。腕をフックした。ハーフハッチで投げていった。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。引き起こす。シャイニングトライアングル。組み合った。あと逆に返した。強烈ピック攻撃。ストンピングを叩き込む。アーブロック、アーブロック。足を取った。そのままボムで叩きつけた。腕しげ入った。足を抱えた。あと耐えた。あとライアット、場外に移行した。ライアット強烈。いけるか。お気をつけください。リングに戻ります。さあタッチ、場外に降りる。リングに戻ります。奥歯を噛みしめた。あっと返した。足を殺していった。20分経過。20ミリッツゴー。いけるか。あと逆に倒した。抱き起こす。足を取った。そのまま足を取った。ロープに逃れました。チョップ強烈。ガジェット組み合った。させません。組み合った。逆に返した。スリーパーで頸動脈を締め付ける。岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか。逆に振り返した。トップロックからなだれ落としていった。ハーフネルソンにあっと返していった。ここでタッチだ。今よく切り返しましたね。あのね、今のはもうとっさのひらめきですよ。組み合った。逆に返した。立たせていく。ガジェット組み合った。振り返して。ドロップキック強烈。抱えた。ブレインバスターで叩きつける。エビに固める。トゥーカウント。まだ足りません。フロントキック。足を抱えた。あ、逆にパンチ。スピアーが突き刺さった。
でスイッチ。太陽を預ける。ロープブレイク、ロープブレイク。ここでタッチだ。あー、ブロック。打ち込む顔面。バットバックに回った。あーっと、エルボー。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。抱き起こす。あー、今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。引き起こす。バックを取って、スリーパースープレックス。一気に行くのか。ニーリフト強烈。抱えた。あ、逆にパンチ。いい展開ですよ。はい。おっと、外した。ガチッと組み合った。コーナーに振った。エルボーで切り返す。リングに戻ります。足を打ちつけていった。あっと、逆に腕を取った。あっと、返した。ストンピング。キック、ものすごい。抱えた。リバースで切り返した。掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。戦わなくてはいけない。まさに戦いの赤い糸で結ばれている永世名勝負。これぞベストバウトだ。ギブアップを宣言しました。
社長、ミサバ行け。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア255ポンドミサワーミツハル。ミサワー行け。ミサワー。赤コーナー新日本プロレス250ポンド長野マサヒロ。レフリーレッドシューズ運動。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。組み合います。ロープに振った、そのままプラスしてまいります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。ガードします。ストンピング蹴りつけてまいります。プロとして戦っているとね、どっかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、足、膝上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああそうですよね。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロックアップ、フライングメイヤー、そのまま絞り上げます。ドロップキックを放ってまいります。プロレスリングノアの航海の船長でありますこの三沢光晴、荒波の中、向かい風の中、降りかかるしぶきの中、今宵もプロレスの本流を見せるべく三沢光晴が舵を強く握ってまいります。ストンピングです。腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。そうですか。行くのか。ロープに振って倒してまいります。カバーの体勢、肩が上がります。ロックアップ、パンチで返します。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。組み合います。投げてまいります。スリーパーで締め上げます。グーパンチです。蹴ってまいります。掴みます。エルボーで返します。組みに行きます。返してまいります。行くのか。逆に投げてまいります。行くのか。ネックブリカードロップで落としてまいります。起こします。ナックルを打ち込んでまいります。逆にバックに回った、リバースで返した、カウント2で返します。掴んだ、エルボーを入れていきます。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。リング上は STF の体勢です。ロープブレイクです。エルボーでブロック、腰を落とします。あと逆に返した、引き起こす。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、こっから自分のペースに持っていきたいですね。エルボーを入れていく、あとホイップしていった、立たせていく、あと金的か、組み合った、逆に振り返して、
無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。抱き起こす、エルボー、起こした、エルボー強烈、ガジェット組み合った、ネックブリーカーで叩きつける、ショーが羽を折りたたむかのような羽折り固め、いけるか、コーナーに振って、エルボー、起こした、腰に手を回した、ジャーマン肩口から吹っ込んだ、10分経過、いけるか、対角線に飛ばした、あっとカウンター、バックを取ってノープブレイク、組み合った、あっと切り返した、あっとエルボー、引き起こす、猛虎原爆がたむ、ここは仕掛けていきたいですね、勝負どころですよ、はい、喧嘩キック強烈、さあがっちり決まった、これはちょっと苦しいですね、腕をフックした、ボディスラムで投げつける、抑え込んでカウントでいていく、重低音和太鼓、蹴り上げていく、エルボーを打ち込む、ガジェット組み合った、そのまま締め上げる、ハンマーを振りかざす、ストンピング強烈、立たせていく、ちょっと今カウンターになりましたよ、ブロッキー状況か、バタフライロック、羽折り固め、奥歯を噛みしめた、打たせない、いけるか、ロープに振って、バッとエルボー、エビに固める、カウント2、返しました、おっと逆に捉えた、バックに持ってった、ジャーマンブリッジする、ロープに逃れた、エルボー強烈、逆に振り返した、あっと喧嘩結果、抱き起こす、バックを取って、ラッシュスイープ、かわず落とし、ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック、 STF、 ここでロープブレイク、投げ捨て式のパワーボール、引き起こす、あとシャイニングの喧嘩キック、15ミレットゴー、喧嘩キック、ものすごい一撃、引っこ抜きか、あと押し付けパイルドライバー、さあいった、首根っこを掴んだ、弓を引くナックルアロー、あっとパンチ抜くのか、感極まって目頭濡れまくりの女性ファンが狂気しています、一気に昇天エクスタシー